どうも年デビューと申します、えー、僕が宮平京奈といいましてこちらが玉木大舌といいます、えー、2人とも沖縄県出身のコンビでございますちょっと玉木さんもう映ってますからちょっと恥ずかしがってないで前向いてください玉木さんあれこれ玉木さんと思ったけどこれ違うな<お>なんかさばいてネタ取ってシャリ取って握って寿司<お>あ社長来てくれてますあ社長社長ですか 社長ですよ。でも、社長の公認をね、いただいてますから、本人のね。公認じゃないですよ。何ですか。本人です。いや、本人じゃないですよ。いろんなものもね、やってますけど、公認はね、寿司三昧の社長もらいました。からじゃ、わかりました。なんですねじゃ、あなたの好きなネタ言ってもらえれば、今日握りますよ。あ、じゃ、僕マグロが好きなんで、マグロお願いします。マグロ。はい。あ、いよ。はい。いや、一回下に置いてましたけど、これ。うん。あ、ちゃんとさばいて。お、マグロ取って。お、お。あ、いい感じにいって。寿司三昧。全部潰れちゃってますね、これ。 早く取らないと。どうえははいけない。鮮度が命だから。分かりましたじゃあね。二か目。あいいですか。えじゃウニください。ウニはい。二か目から行くな。一回目まだ食ってないですよね。行くよ。それそれも切るんですか。ウニどう切ってんですかねこれ。はい。あちゃんとこうのり巻いて。あウニウニウニ寿司さんまい。全然食えねえな。ということで築地以外からのお仕事お待ちしてます。待ってますさんまい。ああ。 よっあ、うん、寄ってかないでえった。